さあ、レベル上げよう。技量13あるのか。筋力が24でしょ。技量上げる前に持久力ちょっと上げときたいけど、まだ、まあ、まず技量から上げていくか。上質目指そう、やはり。そして、ちょっとやっぱ湖探索してこようかな。気になるわ。やっぱ行けるところは全部調べときたいっていうのがちょっとね、あるね。全然話進んでないけどね。話とかあるんかなっていうところもあるけど。王になるために全然進めてないよね。あれ、洞窟っぽいよね。あそこ行きたい気がしてきた、なんか。その前にあそこ真ん中が気になるわ。集落じゃないけど、人の集まりがあるからね、あそこ。おいっせい、おいっせい、あ、いった。いや、強いし、でかいし、あんた。これ、勝ち目あるんけ。ちょっと、マッチング。うおい、あ、でも、そんなに、そんなにダメージは受けてないな。ちょっと、ボス2連戦だね、今日は。ちょっと、ロックオンがうざったいな、あいつに行くから。飛竜アギール。こいつ倒したらあれじゃね、もしかして飛竜の翼が、翼で飛竜の剣がもらえたりしなかったりとか。壁で隠れる。うほほほほ、火の海になってる。いや、じゃあ近寄れんじゃんかって、これ。ちょ、近寄れんじゃんか。いや、近寄れねえっつーの。マジで。どうしたらいいんだ、俺は。いや、火しか吹かねえな。おいっせい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 。あー、うっちゃー。べべべべ。ちょっと回り込もう、向こうに。回り込んで、よし。いけ。うわー、危ない危ない。炎やべえ、炎やべえ。アギーレさんよ、アギールか。これちょっとここに隠れとこう。おーほほほほ、えぐいえぐい。マジかよ。こいつは倒すの難儀するな。攻撃する暇がないもんな、そもそも。ちょっと宙に浮きすぎてるよ、お前。すげえ範囲で戦わなくちゃいけないな。しくじった。いや、見えない、見えない。上に飛ばれたら見えない。それはやめようや。
そう。これきついな。もう回復がないもんな。チャンス。痛い。いやーやばいなこの迫力。2連戦ボスか。今でどんくらい減ってた。3割4割ぐらい。でもいけないことはないよね。いや、いけないことはないな。ちょっと冷静になろう。いや、レイバの指笛がさ、これめんどくさいんだよ、このショートカットのこれが。どっちか一つにしたいんだけどね。これを、これに変えて、これを外しとこう。ちょっと使わないんで、今んとこ。これだ、一発で帰れるからね。アギー入れる。ちょっとまずはルーン回収しよう。ルーンどんくらったっけ？そんななかったよね。いやー、同迫力。ちょっとビビったね、いきなりのドラゴンには。基本馬乗りがいいね。つか、馬乗りの攻撃どんくらい与える？あ、結構与えるじゃん。基本馬乗りでいくか。基本馬乗りでいかんとさ、結構しんどいさな。反時計回りをぐるぐる回る対アギールを常にこいつの正面には絶対立っちゃいけないからな。あいつの背後を取らんと炎を食らっちまうからな。あー危ないぞ。やばい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 。てやいて。まずい、やっちまった。あぶねえ。いやー、これ勝ち目あるかな。結構しんどいよね。やばい、回り込めるか。よし、チャンス。オッケー。まずいまずい。火が迫ってくるぞ。まだ全然与えてないな。時間はかかるけどこの作戦でいけるはず。くそ、当たらんかった。尻尾が来る。尻尾が。危ない危ない。よし、チャンス。ああ、全然当たってない。ロックオンがめちゃくちゃなってる。もったいなかったな。尻尾か。炎吐け、炎吐け。炎吐かんかい。頭がやっぱ弱点なのかな。あ、ああなるほどね。動く範囲が決まってるのか、ボスはみんな。炎吐け。飛ぶか。バックステップだな。
遠い、やばいな、間に合わんぞこれ。うわギリギリ間に合った、あぶんね。いや、いって、あぶねえ。いやー緊張するねこれね、ド迫力だぜ。この攻撃やばいな、あれちょっと馬に乗ってたらかわせないわ。何気にコツコツ当ててるぜくそ当たらん、危ない。うぅ、危ない。とりあえず半分までいったぞ。いや余計な雑魚来んな。よしよしよし、逃げろ逃げろヒットアンドウェイウェイ、やばいやばいやばい、これはやばい。くぅ、マジで火の海だもんな、地獄絵図だよ。しゃぶない、かわしたよ。こいつ邪魔やな、このコウモリコウモリに6音がいいから邪魔だ。危ない、チャンス。結構与えたぞ今。うまいことね、炎の時にバックに回れたらめっちゃチャンスなんだけどね。さあ、あのコウモリ邪魔だなマジで。あいつにロックオンが行くからすげえめんどくさいわ。あいつだけ炎に巻き込まれないからね。チャンス、よし、オッケー。地味だけど結構いい感じで来てる。あと2個あるね。よし、オッケー。これ馬が死んだ時やばいよねマジで。それはやばい、うまいこと回り込め。いやー間に合うか。うー間に合った、また上にいたか。うおおお、危ない危ない、今のちょっと遠いな。そこら辺コウモリがいるからな、邪魔なんですよ。まあいいか。あれどこ行った、こいった、あとちょっとだ。頑張れ、集中力切れそうだけど。
炎を吐け、炎を吐くんだ。もう7割ぐらい減ってるね。あとちょっとぜ。それやばい。うわーやばい。うわーマジか。疲れてきた。集中力が持たん。チャンスチャンスチャンス。炎だけは食らっちゃいかん。あれを食らったら一発だからな。炎を吐け、吐いた。かわせるか。ギリギリかわした。そう。チャンス。OK。やばい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 。あぶねえ。おー危ねえ。さああと7割今まで減った。あと3割ぐらいか。あ、嘘、汚っ。汚いな、今の。そう。チャンスだったのに。消えやがった。
範囲が意外と狭いな。もうちょっと広範囲で戦ってほしいよね。やっぱ当て底だった。あー上に乗られたらめんどくさいんだよね。一滴降りてこないからな。っていうかそここそ行動範囲じゃないんじゃないのか。はい、これで来いよ。こっちは何もできないんだよ。これで来い。いやそこで炎を吐かれてもな。狭いからあんまり突っ込めないんだよね。危ない、これやばい、やばいやばいやばい。うわあ、あ死ぬ死ぬ、あ死んだ死んだ。しんどい。いい加減もう倒したいな。いい感じ、順調やね。今までないぐらい。まだエストビンも3発残ってる。危ない。さあ結構減らしたよ。炎さえ食らわなければ。よし、うまいかした。危ない危ない危ない。うう、あとちょっとや。はけ、よし、よし、結構減らしたぞ。あと8割ぐらい。これはいけるんちゃうか。炎だけは気をつけろ。危ねえ、ちょっと場所が悪いな。やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ。やばい、あぶねえ、あぶねえな今の。ギリギリかわしたな。場所が悪いな。狭い。
ちゃんと後ろに回り込めるところにいないとちょっときついな。ここで無茶すると死ぬんで、ゆっくり焦らず行くぞ。後ろを向いてると思わしといて、こいつ何かやらかしてくるけどな。飛んだか。危ない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 危ねえ。そこも壁があるな、邪魔だな。壁があるとこ邪魔なんだよね。回り込めないからさ。まあまあ時間をじっくり使ってゆっくり行こう。あと5、6発ぐらいだと思うんだけどね。よし、いい位置、ほなはけ、OK。よし、回り込んで、OK。飛び込んでこい、OK。よし、よし、やったー。うう、竜の心臓。なんだ、なんとかなんとかに新しい竜の力はどうのこうのって言ってるよね。まあ明らかにちょっとまだ早すぎるだろうね、倒すのには。まあ、何も進んでないからさっぱりわけわからないっていうね。もう先出血が有効だ。あー、ドラゴンってもしかして出血に弱かったのかな。いやー、もう帰ろう、疲れたわマジで。今までだってまだあんまやってないけどさ、エルデンリングで一番辛かった。なんかあるじゃん。これやってなかったよね。これ小さいからわからんな。ん？木か。あー疲れた。いやー今回ボス2連戦ということで、だいぶ疲れましたな。全然こう、もう、なんか話的には全く進んでないけど、ボス2連発って長い度合いになったな。死にまくりの。まあそれもフロムゲーですよね。ということで超疲れました。今回ボス2連戦だけということでなりましたけどね。まあ結構死にまくりの長い動画になってると思うんですけど、次は、あ、ここか。この穴行ってみようかね。なんだっけ、これ洞窟か。この穴行って、いい加減前に進まないかな。もう、この最後にして次からこっち行こう。いい加減進まんと、何にも進んでないからね。弱いままだもんね。こっち側も気になるけどね。そんな感じですね。それじゃあ、この辺で次回の動画でお会いしましょう。See you next time.